離して押して揺らす、背骨全体が伸びるようなそんな刺激が体に加わるんですね。皆さんこんにちは、久保田龍介です。今回ご紹介する手技なんですけれども、背骨と骨盤を同時に揺らすことによって腰の動きを良くして、あらゆる腰の痛み、腰痛が改善できるかもしれない手技についてご紹介したいと思います。いかがでしょうか。ということで皆さんに今回の手技をご紹介していきたいと思いますので、早速解説と実技の方に移っていきたいと思います。それでは手技の概要について解説させていただきます。まずは背骨の形状についてなんですけれども、背骨全体の形状については S 字カーブを描いているとよく言われています。これは皆さんもお聞きになったことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まずはですね、首が前の方に向かって湾曲していて、背中が後ろに向かって湾曲していて、今度は腰が前の方に向かって湾曲していて、あとは骨盤、仙骨という部分もその背骨からの流れでいうとどちらかというと後腕といって後ろの方に湾曲している、背中と同じような性質になるんですけれども、今回は胸椎、背中の部分と骨盤、仙骨の部分をこう少しグッと押してあげることによって背骨全体が伸びるようなそんな刺激が体に加わるんですね。なのでそれによって背骨が伸びるということは、詰まっていた背骨のブロックとブロックの間が少し開くようなそんなイメージになるんで、そういった状態を作って刺激をしてあげることによって背骨の動きが良くなっていくと。それで特に今回は腰椎、腰を狙っていくので腰の動きが良くなると、そういった理論になっております。ただですね、その背中と骨盤、胸椎と仙骨をグッと押しただけで、なんで背骨がそんな間の詰まりが取れて広がっていくようなそんな刺激が加わるんだということが、なかなかイメージが湧きづらい方もいるんじゃないかなと思いますので、実技に移る前に一つ分かりやすい解説を挟んでみたいなと思います。それではこちらをご覧ください。このピンクの線はマーカーで引いた線です。これは厚紙なんですけれども、厚紙を湾曲させたもので背骨をイメージしています。なのでこれが背骨、背中、胸椎だと思っていただいて、この湾曲した状態で線から線の長さになっています。じゃあこの背中のてっぺんの部分を押してみるとどうなるでしょうかっていうと、ピンクの線をぐっと超えてきますよね、この部分が。なのでこのようなイメージを持っていただいて背骨と骨盤をグーッと押していただけると背骨が縦に伸びてくるという、そんなイメージをこの後の実技でも持っていただければと思います。それでは実際にやっていきたいと思います。今回ご紹介するアプローチ方法は2つです。その2つのどちらとも骨盤、仙骨のあたりと背中、胸椎のあたりに刺激をしていくんですけれども、狙うポイントが少しだけ違います。まず1つ目はこの骨盤、仙骨の特に腰に近い部分と背中、胸椎の腰に近い部分に手を当てていただきます。そしたらこの2つの手を少し離していくようなイメージで刺激を入れて、離す刺激プラス少し押すような刺激を入れて、さらに揺らすような刺激を加えていきます。なのでイメージする刺激は3つです。離して押して揺らす、大丈夫ですか。それではやってみたいと思います。離して押して揺らすと、こんな感じです。大げさにやると離して押して揺らすという形になるんですけれども、実際には離すといっても皮膚が多少動くぐらいのもので、そんなにこう背骨とか骨盤がガツッと動くわけではないので、もちろんイメージの問題ではあるんですけれども、その骨盤、仙骨を足の方に下げてあげて、背中、胸椎を頭の方に上げてあげて、それによってこの腰の部分に空間を、スペースを作ってあげるようなイメージの刺激を入れてあげると、なんとなくこう腰の動きがしなやかに動きやすくなってくるような感じになってくるんですよね。なのでそういった状態をイメージして
開く、押す、揺らすというような刺激を入れてみてください。これが一つ目です。二つ目なんですけど、今度はこの仙骨の一番高い部分と胸椎、背中の一番高い部分に手を当てていただいて、今度はベッドの方にまっすぐ軽く押すような刺激を入れて、それと揺らす刺激になります。この時に先ほど実技に入る直前に説明させていただいた厚紙を使って凹凸に対して刺激を入れていく解説したあのシーンを思い出していただきたいんですけど、あのイメージを持って仙骨を押す、胸椎を押す、そのことによって背骨全体が縦に伸びやかに広がっていくような、そういったイメージを持っていただけるといいんじゃないかと思います。それで慣れてないとこの手のリズムが少しこう左右の手でずれてしまったりすることもあるんですけど、そこはあまり気にしなくていいです。慣れてくるとうまく綺麗なリズムで揺らせるようになってくると思うんですけれども、この回数はですね、あまり決まりはありません。で、人によっては10回ぐらい揺らしてあげると動きが良くなってくる人もいれば、その人の体の状態によっては50回とか100回とか結構多く揺らすこともあるんですけど、これは回数を決めるというよりも、だんだん同じ強さで揺らしているつもりでも患者さんの体が緩むことによって、同じ強さでこちらをやっているのに抵抗がなく揺れるような、そういった感覚になってくるんですよね。そうなってくると背骨とか背骨の周りの筋肉、骨盤の周りの筋肉が緩んできたんじゃないかなと、そういった合図になると思いますので、そこで一旦整列をやめていただいて反応を見るというような流れがいいんじゃないかなと思います。ということで今回ご紹介したのは、腰に近い部分、仙骨と胸椎の腰に近い部分を、触れて開く、押す、揺らすという刺激、もう一つは仙骨の高い部分と胸椎の高い部分を押して揺らすということによって背骨をしっかり縦に伸びやく広げていくような刺激、その2つのアプローチ方法を実践させていただきました。はい、今回ご紹介した手技はいかがだったでしょうか。実技の解説をしている中で背中と骨盤を押す強さについてお伝えするのを忘れてしまったので、その部分だけちょこっと補足をしておきたいなと思うんですけれども、先ほどお伝えしたように背中を押すことによってその縦方向に背骨がゆとりができていくっていうイメージを持っていただくのはもちろん大事なんですけれども、ただですね、その背中を押す強さがあまり強すぎてしまうと今度は肋骨に負担がかかってしまったりとか、息がしづらくなって苦しくなってしまったりとか、そういったことにもつながりかねないということが考えられるんですね。ただこれが今度は逆に弱すぎてしまうと体が揺らしづらかったりとか、刺激が不十分なのに皮膚だけが動いているような状態になってしまったりとか、そういったことになるとこの手技の効果が出づらくなってしまうというのがありますので、ある程度骨にはしっかり圧がかかっているけれども相手が苦しくないようにというような強さを狙っていただけるといいんじゃないかなと思います。ただそのちょうどいい強さというのは人にもよりますし、なかなか難しいと思うので、皆さんが実践を重ねる中でその押す強さだったりとか揺らし方だったりとか、これぐらいがちょうどいいのかなということを見極めていっていただけるといいんじゃないかなと思いますので、まずはこの動画を参考にしていただいて実際に経験を積んでいただいて、皆さんなりのやり方というのを見つけていっていただけるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画も楽しみにしていてください。ありがとうございました。